こんにちは、キョルジャー JP です。今回は、最後ですね、光る充電アームズの、3番ザンダーサンダーをご紹介します。こちらも、これまでの、ケントロスパイカー、ガブルキャノンに引き続いて、LED で発光して、この蓄光のシールが、光るという商品になってます。ここはやっぱりザンダーサンダーの文字の部分が光るようですね。では中を開けていきたいと思います。あ、ザンダーサンダーでかいですね。中に入っているのはザンダーサンダーの本体と先っぽの部分、ここは組み立てるだけですね。で、そしてシールが、蓄光のシールが1枚と、通常の、シルバーの、シールが、1枚ずつ、になります。シールが貼り終わりました。大きいシールばっかだったので貼るのは3分ぐらいで終わりました。まず驚くのはこのサイズですね。意外と想像してたより長いです。ではここの絶縁シートを取ってみたいと思います。そしてザンダーサンダーはなんとここが稼働するんですね。こういう細かいギミックもすごいよくできてますね。そして LED の発光はここのザンダーサンダーの取っ手のトリガーになります。このように赤ですね、赤い LED でこの目の 両面の目とここの歯の部分も透明な素材になっているので、よく光りますね。3箇所、暗いところではこのように、ザンダーサンダーが綺麗に光ってくれます。ボタンを押すと、あ、もうこのように、3箇所、目と歯の部分が綺麗に光ってくれます。これはいいですね。結構眩しいですよ。ということで今回は触眼の、充電光る充電アームズ、ザンダーサンダーをご紹介しました。